わさんでプロのレペゼン40から発信、どうも MY です。はい、今僕が一人で言うことはそうなんです。やるのがドッキリだです。本で、ね、今回するドッキリはサッカーワールドカップの試合中にガードマンナイフを破壊してみたドッキリ。FIFA てめえはとっとと YouTube 引退しろゴキブリ。初戦の相手がドイツということで、強豪校ですよ。それをね、ガードマンで今から見るってことになってんですよ。日本が勝ったらガードマンナイフを潰します。ほんで負けても潰します。どっちにしろ、潰します。もう俺待ち遠しかったんですよ、ワッフルファッファーの。何を言うて。このね、テレビないじゃないですか。だからガードマンのね、iPhone 借りて、ちょっとそれで見ようっつって。ほんで、そんなの見てる最中でバチーンなんだよ。まあね、そんな様子をこう、ガグに収めて見てないんだろう。こうちょっと最後、キャメリナイズでぜひやっていきまーす。俺は一体何のワールドカップ出れるやろ。初速号。おはよう。あ、もう回してる。あ、そうっす。綺麗よなあ。綺麗見ますよ。ちょっと想像以上に気合入ってるやん。え、何？びっくりした今一瞬。え、何よ。で、サッカーの試合今から見るっていうサブチャンネル回すって言ってるけど、あ、たまたまっすね。たまたまじゃないやろこれ。あとそれ何の服な。別に後ろ現役時代の。ちょっと待って、893ガードマンやばいやん。ガチやん。現役時代の僕全員893なんだよ。エグいやん。何やねんお前。僕全員現役時代全員893なんで、全員僕らナンバーとかナンバーブレードが、はあ、エグいやんお前。それで試合したら誰も来えへんやろ。今日行くんすよね。見に見るんすよね。今日サッカーの生中継ということで、生中継、俺らは中継しないですよね。気合やっぱすごいっすね。はい、本気で応援するってやっぱこう、いやでもおかしくないからね、これは。これはもう買ってもらわないと、うん。みんなにやっぱ大ユニフォーム着て応援の方でもいいんで。大ユニフォームですね、わからないけど。じゃあ早速、もう見、やりてみ見ていこうか。ちょっとね、時間も時間なんで。時間も時間なんで、セットしていきましょう。はい、セット用意します。これはもう、もう楽しみですよ、ワールドカップ日本。もうみんな見てますから。もう熱狂します、ね、今夜は。行きましょうか。行きましょうね。あの、YouTube 見るようなやつで。はい。じゃあ行きますね。はじゃーさー！お願いします、神様！ケース入れ入れ。いきなり神頼み。な。強豪校やから最後の方なんし、高校ちゃうわ。もう正直これどれぐらい厳しい戦いかって言ったら、ゴジラ VS パンコン。厳しすぎるやん。それぐらい厳しい。ほんまほんまなあ、それはびっくりするし、それは舐めすぎ。そんなにさ、いやそれぐらいさ、でもそれがひっくり返すようなスポーツやから。確かに、うん、ヨーロッパはマジで強い。やばいやばいやばい、マジで。おお、ここも0対0で。いや、それ乗り切ろう。あ、乗り切ってほしい。え、ここマジ一番。ここ止めたら流れ日本。俺が、俺が。もう入りそう。ああ来たやちょ、もう、ほんまにマジか。もう帰ろう。もう無理やっちゃおう。無理。え、マジで。もう帰ろうってなんなん。なあ。日本に100万かけてるからさ。おい、おい、そすんなよ。何も言ってんのよ。軽犯罪言うなよ。やばいやばいやばい。うわ、もう綺麗よ、これ。ちょっと、どうぞ。落ち着いてくれて、全然。え、来たんじゃん。待て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 。うわぁ、勝ったー、よっしゃー、来た。ちょっと待って、そんなことある？待って、めっちゃ嬉しい。よかった。マジで嬉しい。待って。すっげえ。連携とかちゃうからね。連携やからね。だってなんかさ、お前。あと言ってんよ。長友さん買ってください。届かんで。お前の声は。待って待って待って。巻いてる巻いてる、奥さんに取られてる。マジ？ちょっと今見て、鳥肌。
え、タトゥーなんか見せんだよ。ちょ、ほんまに。ちょ、ガチ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 。ちょ、待って待って。待って、ゾクゾクしてる今。え、待って待って、ほんま勝つんじゃない？もう、もう。ちょ、待って待って。今、もう終わるっすよ。これ多分、えぐい歴史的瞬間じゃん、ドイツに勝つなんか。これで逃げ切れれば日本の勝ち。勝ってください、神様。ドイツに勝った、でかい。ちょ、ほんまドイツ神様。マジ神様。お前、金かけてんな。なあ。ずっと影しかかけてないよ。なあ、おい、あと、あと5分。ちょ、どうしよう、終わった。交代カード、うん、キャラ全、あの人全然変えていた方がいい。キャラ言うな。やばい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 、もう怖い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 。ちょっと待って、今のどうしたんでした。ちょっと待って待って。うわぁ、来たー来た、待って、これどうすんのマジで。なあ、今まで見たことないじゃん、これ。楽しんねんじゃん。あらあら、これ今足なんで悪いやな。足技オッケーやんな。じゃあお前、マジでもう余裕や。2万くらい忘れろって。楽しめって、日本の勝ちや。こっちが勝った、日本や。え、お前ちょっとマジ何してんの。何や、なあ。最初からこんねってん、俺見てたからね。見られへんやろ。ボール飛んできたな。ボール飛んできた。カメラで、カメラ映してん、これまだ。向こうのカメラが割れてん。俺のアイオンが割れてん。俺のアイオンやな。それ自分でやった、終わった。今の修理聞いたよな。わかるやん。はい、今の iPhone はまだ修理聞いたよな。自分でやった。はい、お疲れ様です。ちょ、怖いんやけど。なんなん、マジ何してんの。ちょ、もういいや。いや、もうこれ普通写真も撮られへんやったしな。写真も撮られへんしな。今回ちょっと、じゃあ待て、お前ちょっと待て、ほんまにあかん。ちょっと、リキンじゃったら。お前データ映しないね、ほんまに。またや。じゃあまたやんちゃうて。データ映しないで。な。もうマジで、もうえって。もうじゃあ、どうすんの、これ。な、お前知ってな。いや、俺知らないし、俺知らない。サッカー見ようってだけ。サッカー見ようって。もう、そう、俺が全部いいと引いてる。絵描いてるな。な。テンションぐらい上がるやん。ちぇ、こんなんやんな。テンション上がって、これたまたま出てきた。ドラえもんかよ、たまたま、ほんま、もう俺も、俺やった。俺が潰してたよ、俺も記憶がある。じゃあ俺も今からテンション上げるわ。え、それでやばいよ。大人になろう。いや、治れへんねん、お前、それで。な。ただの、一番強い人がやるやつ。ちぇ、その、一番強い人がやるやつって、おもろないよ。うわ、ビビったー。こうやで。どうか。ここ。拳で。いいとこがあかんとこが分かるようになくていいと思う。え？びっくりした。え、これガチやで。な。びっくりした。ここ流れでおらんからな。こういったからさ。いや、お前悪いじゃん。こうやったもの分かるよ。痛くないから。なんかここで、そこも殴ったのか。俺ガチ怒ってんの分からへん。お前顔ぶっ潰せえな。気持ち悪い。でも荒れてんねん。いや、荒れてるとかじゃない。荒れてる。普通にキモい。めめん。いやいや、かなんねん。ね、お前その我慢してるみたいな、キレてる感じだしね。女ずっと全然気にしてないから。うん、ぶっ潰せえよ、顔。気持ち悪いねん。
なんか飛んできそうやわ、シラミみたいに。ブツブツの中から。な、エイリアの卵みたいにな。じゃあ、フーとかじゃないで。え、お前マジで言ってんの？じゃあ、お前それなんなん、おい。ん？じゃあ、普通にガチ iPhone どうすんの、これ。潰してもお前いいやろ。あ？もともとどんなやったじゃん。もうてかもうそもそも日本が一回買ってる中でお前なんかそういうのもうダサい。普通で俺別に嫌じゃないもん。別に今損されても日本どうする？じゃあ携帯貸して一緒に潰せよ。一緒に潰して日本最高って言うよ。携帯忘れて今日。忘れてないやポケット見せる。大悟か。いやもうこれはもうテンション上がってもな、ほんますまん、反省してる。でもそれテンション上がってちゃうやろ、最初から用意してんやん。いやもうそれもそうね、トンカチあるやん。テンション上がって手で割ったやんって分かるで。なあ、もうトンカチ用意してんやん。なあ、おもろない、普通に。これはな、じゃあお前すまんだよ。え、ガチってんだ俺。なあてか、そんなおもろないから。すまんなって、本気で言うやつ初めて見たから。じゃあお前らおもろないで。あ、たたな、いやもうこれ車潰すな。こっすだ。急に言っていいや、ここまで来たからさ、言ってもでいいやわ。もう車潰すな。やってみやるよ、お前の家庭潰したるわ。うん、いいよ、家族もらうこと。お前の家庭潰したるわって言おうと思ったけど、もう潰れてるな、お前の家庭は。な、潰れてる、強いと後復帰するだけじゃん。復帰できるか、お前の家族は。マジでできへんもん。以上、終わり。あ、動画見ときよ。これ、どんどん潰します。潰したこいつ、この脳潰してる。うのから潰していきます。うん。お前の車のフロントからすっばっきょうになるわ。おもろいやん。やったら、お前マジで、画面とか言う、お前の持ってる画面全部バケバケにしてるわ。うん、で、いいよ。うん。お前 iPhone のフロントガラス、割ったやん。iPhone フロントガラスって呼んでん、お前。うん。タチウスかな。俺、お前の車のフロントガラスあるから。お前、携帯持ってないの？やる前やったらやってみんや。あ、オッケーオッケーオッケー。やった瞬間お前の人生ほんまに終わるぞって。うん、いいよ。知らんでって。うん、それでいいよ。お前が聞いてんね。